バンバンハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はソニーの新型フラグシップスマホ Xperia XZ2 を実際に購入された方々のカスタマーレビューをご紹介したいと思います。すでに Amazon をはじめ各通販サイトでは XZ2 の発売が始まっていて、実際に購入されている方も多数いらっしゃいます。今回はその中から2人の方のカスタマーレビューをご紹介します。まず一人目の方、こちらは4月8日にカスタマーレビューを書き込まれた方です。秋葉原にあるシムフリー端末専門店で購入。XZ1 から大幅にデザインが変わったので衝撃的でした。背面が丸みを帯びたデザインはあまり好みではありません。4年前ぐらいにドコモから発売された Xperia Ace のような感じです。各会社のスマホがデュアルカメラを搭載する中、Xperia は未だにリアのデュアルカメラが搭載された機種がありません。 MWC2018 で新型デュアルカメラ ISO51200 相当で撮影できると一緒に発表されましたが、 XZ2 ではなく IFA2018 あたりで発表され、2018から2019年冬モデルして発売するであろう XZ2 Pro プレミアムでデュアルカメラを搭載するのかな。 Galaxy S8 S8 Plusアコスタルコンパクトの機種にあるベゼルレススマホ XZ2 でようやくベゼルレスになるらしいと実況を見てみると、確かに左右のベゼルは少なくなりましたが、スピーカーの振動機能のせいなのか上下のベゼルはかなり中途半端、おまけに USB-C 端子も下に行き過ぎていてなんだかすぐ壊れそうな、指紋認証センサーは真ん中に寄りすぎて使いづらい、端末の下の方を持たないと指が届かない、間違えてリアカメラを触ることが多いです。指紋センサーは Z5 から始まった電源ボタン一体型で良かったんじゃないかなと思っています。指紋センサーをタッチしてロックはすぐに解除できるのはいいです。おそらく XZ2 は2018年夏モデルとして各キャリアから発売されると思います。自分はゲーム用は XZ2、普段使いはキャリアから発売されるであろう XZ2 Pro または XZ2 プレミアムを使おうかなと思います。そして二人目の方は4月1日にカスタマーレビューを書き込まれた方です。これまでの Xperia のデザインから大きく変わり、ディスプレイは18対9の縦長に、外観もアンビエントフローデザインと呼ばれる丸みを帯びたものとなりました。デザイン変更により背面は一番厚みがある箇所で 11.1 ミリもある丸く膨らんだ形状になりました。片手では確かに持ちやすいのですが、198グラムある重量がゆえに、手首への負担が大きく、片手持ちは厳しいでしょう。さらにこの背面の丸さのために、端末を机に置いた時にはくるくる回り出す始末でディスプレイ側を下にして置く必要があります。ディスプレイに傷をつけたくない、汚したくないという人は要注意です。18対9となったディスプレイも他社のフラッグシップ機が有機EL を採用する中、液晶のまま。ベゼルも縁が細いわけでもなく、中途半端な印象です。カメラも全機種 XZ1 からの進化は感じられますが、他社が2眼、3眼に移行する中、依然単眼と見劣りしてしまいます。指紋センサーはサイドから背面に移ったのですが、いかんせん場所が悪く、カメラ部分を押してしまいがちです。音声に連動して振動するダイナミックバイブレーションシステムは、プレステのデュアルショックのような印象でしたが、ゲームをやるときは面白いかもしれませんが、普段動画、音楽を聞くときは、持っている手がブルブルして辛いだけだと思われます。括弧を簡単にオフにできます。また、イヤホンでの視聴も、イヤホン端子の廃止により、USB-C 端子にアダプターをつけるか、Bluetooth 経由となりました。Bluetooth では依然音質面で有線にはかなわず、ハイレゾを押していたソニーだけに、イヤホン端子廃止は理解に苦しみます。最新の CPU、Snapdragon 845の搭載により、動作はキビキビして不満がないのですが、それ以外のハードウェアが全く追いついていない残念な端末です。デザインの良し悪しは別にして、新しいことにチャレンジしたことに星一つ、CPU に星一つの合計星二つとしたいと思います。この後出るだろう XZ2 Pro プレミアムに期待しましょう。ということで、今回は二人の方のカスタマーレビューをご紹介しました。結果からすると、二人とも XZ2 に対しては、中途半端な印象を抱いているようです。
特にデザインが変更したことによって指紋認証しにくくなったり、思いゆえ机の上に置きづらくなったりと、どちらかというとデザイン変更に伴うメリットは少なく不満点の多い端末に仕上がっています。二人とも書かれている通り、今後現在の XZ プレミアムの後継モデル、XZ2 プロまたは XZ2 プレミアムが登場する予定です。ですので、あえて高いお金を払って XZ2 を購入するのではなくて、今後登場する予定の XZ2 プロまたは XZ2 プレミアムを狙うというのが一番賢明な選択肢ではないでしょうか。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。